お待たせいたしました。これより先は伊豆急行線に入ります。本日は伊豆急行線をご利用くださいましてありがとうございます。リゾート21普通電車の伊豆急下田行きです。次は南伊東です。お客様がお乗りのこの電車は7両編成です。先頭車両と最後部車両には展望室がございまして、180度窓いっぱいに広がる景色をお楽しみいただけます。なお展望室は危険防止のためお立ちのままではご利用できませんのでご了承ください。またカメラでのフラッシュ撮影もご遠慮くださいませ。展望室には運転席との仕切りがございませんので走行中はお静かにお願いいたします。まもなく南伊東です。お降りのお客様はお荷物をお確かめの上お待ちください。お出口は左側です。
片津温泉、白田温泉にお越しのお客様は下車駅です。お降りのお客様はお荷物をお確かめの上お待ちください。片津白田稲取、伊豆稲取です。稲取温泉、伊豆アニマルキングダムにお越しのお客様は下車駅です。お降りのお客様はお荷物をお確かめの上お待ちください。次は伊豆稲取、伊豆稲取です。短い駅になりますので、お降り遅れがございませんようお気をつけください。次は今井浜海岸、今井浜海岸です。河津です。河津温泉郷、おとり湖温泉会館、河津バカデル公園にお越しのお客様は下車駅です。お降りのお客様はお荷物をお確かめの上お待ちください。河津です。次は稲津です。これより稲津、蓮大寺、終点伊豆急下田の順に停車いたします。まもなく稲津です。お降りのお客様はお荷物をお確かめの上お待ちください。まもなく蓮大寺です。蓮大寺温泉にお越しのお客様は下車駅です。お降りのお客様はお荷物をお確かめの上お待ちください。次は蓮大寺です。蓮大寺温泉にお越しのお客様は下車駅です。次は伊豆急下田終点です。あと3分ほどで到着いたします。お忘れ物、落とし物がございませんよう、お手回り品をお確かめの上お待ちください。皆様、伊豆急下田駅、面白い駅長の相澤夏実です。ご案内いたします。進行方向左手前方に長く続いております山並みは自然公園三姿山になります。駅前からは山頂に向けてロープウェイが運転しております。下田の町は1854年ペリー提督率いる黒船の来航以来、下田条約を結んで開国、また幕末の英雄坂本龍馬飛翔の地として注目された歴史の町になります。毎年5月には黒船祭りが開催されています。伊豆急下田駅にご到着後、お隣のご案内、観光のご案内は出口左側の伊豆急トンネルで受けたまわっておりますので、お気軽にご利用くださいませ。面白い駅長にも会いに来てくださいね。まもなく伊豆急下田終点です。お忘れ物、落とし物がございませんよう、お手回り品をお確かめの上お待ちください。本日のご案内は下田を舞台にしたテレビアニメ夏色奇跡より、相沢夏実と水越咲と花木由香と玉木凛子の4人でした。本日は伊豆急行線をご利用くださいまして誠にありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点伊豆急下田に到着いたします。お出口は左側です。